いやー皆さん、ついにやってきました。僕の大好きなブラックフェザー。もう完全に環境入りですね。もう間違いない。まあ今現在シーズン20なんですけれども、この時に始まってるイベントが激アツすぎて、これですね。闇 VS 光。もうこのイベントね、間違いなく BF 環境。うん。もう僕の大好きな BF が環境のイベントが来ました。どんなデッキ使ってるかっていうと、はい、こんな感じです。いやね、BF がね、まあ、正直、まあ、僕 BF 初心者におすすめですよって動画上げましたよ。ですけど、まあ、やっぱり、マスターに行けるか行けないかって言ったら、まあ、ギリ行けないと思うんだよね。うん。まあ、根気強くやってれば行けるかなってぐらいなんだけど、このイベントだったら、まず BF が、制限一つもかかってないのよ。もうこれが激アツすぎて、間違いなく BF 環境だと思うよ。うん。降参も入るけど多分12連勝ぐらいはしてるもん。マジでこのデッキやばい。いや、自分の大好きな BF が環境に入るっていうイベントがもう最高すぎて、このイベントもうポイント全部集めてるけど、ずっと回してるもんね。うん。BF で戦えるのめっちゃ嬉しいわ。で、まあ一応デッキ簡単に紹介すると、まあ奇数のゲール一応2枚入れてて、星7のね。こいつらを、ライキリと千鳥も入れてるっていうところと、福楽院かな。福楽院が何気に BF って除外するカード多いから結構相性良くて、まあ、あとは闇の誘惑3枚入れてて、例えば福楽院引きたいなとか、羽防御引きたいなって時は積極的に回していくみたいな。シムーンとかも来たら嬉しいしね、一旦目で。だからやっぱ闇の誘惑はいるかなってところと、まあ、旋風、この2枚は余裕でフルで入れてます。まあ、エクストラデッキももうほぼテンプレだね。ちょっと違うのは多分星5が入ってるところで、まあやっぱ安定して回らない時あるから、どうしても星5になっちゃう時あるのよ。そういう時にはこの星5のソハヤを召喚して、旋風が来てればね、そっからさらに展開できるから、一応保険として1枚星5のシンクロ入れてるのもいいかなって感じで。まあどれだけ強いかっていうのは見てもらいましょう。マジでこのデッキ使ってるとね、みんな降参すんのよ。速攻でポイント集めれるよ。マジで。あ、そうだ。僕、エンブレム見てください。マスターのバチ手に入れました。またマスターに行ったデッキも紹介したいと思うんで、まあ初心者でまだ2ヶ月ぐらいしか経ってないんですけど、マスター行った時は1ヶ月ぐらいで行ったんで、まだね、その、初心者でも簡単に着るマスターデッキっていうのも紹介するんで、よかったらチャンネル登録お願いします。キラキラ。あー、手札、これはちょっと悪い方ですね。ちょっと悪い方だな。さあ、相手何のデッキだろう。何こいつ。めっちゃ古いカードだよね、これ。懐かしい。こんなんあったな。こいつ確か昔スーパーレアだったよ。当時。なんか俺キラキラしてたもん、ここの辺が。いや、そんな気がする。考えられないよね。こんな弱いカードがスーパーレアって。楽園か。楽園もね、このイベントでちょっと触ってみたんだけどね、きつすぎたんだよね。あまりにもきつかった、楽園は。まあ、これが出てきたらミラジェード来るか。え、ミラジェで来るでしょ、さすがに。違うかな。あ、違う、ヒーローか。楽園関係ないのか。なんだろう、ま、ヒーローも強いか。闇だもんな。俺ヒーロー何気にこのイベントで初めて当たったかも。ちょっと楽しみだな。フェニックスガイとか絶対いるもんね。あ、やば、ディアボリックガイ墓地行っちゃった。あ、だよね。あ、そう、強いじゃん。そうじゃん、このデッキ強いじゃん。まあでも特殊召喚もできないよ君。まあデストロイ以外1体って考えたら大したことない。伏せカード1枚。まあちょうどハッピー来てるからよかったわ。うわ、神引きです。はい、神引きです。もうこれは見せれるね、 BF の強さを。余裕で8000いったんでいくからな。なんだろうこれ。ああ、はいはいはい、そうだ、赤楽にそいつ引いてたわ、忘れた。何召喚すんだ。ダメージ食らうやつぐらいがちょうどいいな。あいつなら全然怖くねえから。きついのは攻撃力ゼロにするやつかな、もしくは3300の俺の墓地のシンクロを召喚するやつ。あれも結構つらい。何が来るんだろう。3枚ってことはそうだな、3300の方じゃない。あ、そんな気がすんな。もしくはケルベロス。ああ、ケルベロスじゃない、キマイラね。はいはいはい。でもフィールドにカードないから全然辛くないわ。あ、デスピアンのやつ光だから入れれないんだ。あ、そうだ、デスピアってそうだ、素材になったらなんか特殊召喚するんだ。
まあまあまあ全然この盤面なら覆せますね、余裕でとか言って、なんか覆せなかったら恥ずかしいからあんまり言わんとこ。いやマジでスズリは神引きだった。こいつって魔法トラップもいけるんかな。あ、いけるわ。まあまあまあ旋風2枚あるから全然辛くないっすね。いやスズリ強えな。あ、大丈夫です、どうぞどうぞどうぞしてください。融合墓地にないよね。ないね。多分このターンでワンチャン殺せるよね。いや、きついか。きついかな。はいはいはい。あー、ディアボリックがいるから無理か。で、こういう時はね、消されたくない方を先に使うんですよ、皆さん。まあ、うらら、このイベントないから、止まれない、止められないと思うけど。もちろんバートですよね。バート必須。シャマールかな。多分除外されないと思うから。オッケー。わーな。シャマール墓地送る。はい、旋風出して。トラックメジャー出すよ。オッケー。で、これだね。え、なんか妨害できんの？なんでこれ悩んでんの？ディアボリックかいかな。あ、違うわ。あ、ブラックフェザー無効か。え、今でいいのそれ。あ、今しかできないんか、かわいそう。全然辛くないそれ。これで、シャマール墓地にいるから、あ、こうだね。はいはい、旋風1枚あればこのノートウィング経由できるんで、やってください。シャマールが墓地にいて、シャマールが墓地にいて旋風が1枚あればね、ノートウィング絶対経由した方がいいんで、皆さんやってくださいね。で、スズリもう一回これで消化できるでしょ。こいつ絶対サリンダーするよ。ダメージいいよいいよ。あ、これ下げれる。あ、強っ。オッケー、はい、また発動しちゃいますよ。強い、強すぎる。オッケー、死ぬ子持ってこよう。これで無効化もできると。あ、そうそうそう、旋風も持ってくれるんだよね。強い、はい、出してどうしようかな。ノートウィングリリースするか、使ったし。えいよ。はい、これでボレアース出るっしょ。で、ゼピロスまだ出してないからシャマール出しとくか。えい、はい、強い。で、フルアーマーでしょ。で、ここで天意の龍騎神、天意の龍騎神出たらもう勝ちじゃん。こいつ2回殴れるんだから。で、旋風使うっしょ。はい、特殊召喚するっしょ。で、ゼプレスで戻したからもう一回使えるっしょ。多分チューナーの方がいいんだよね。え、どうしようかな。なんでもいいや。シャマール出すっしょ。レベル上げなくていいや。はい、ボレアース出すでしょ。殴るか。もう勝ったもんね。もうもうやりすぎなくていいか。もうこれで分かったでしょ、 BF の強さが。はい、攻撃力が上がります。はい、2回殴りますよ。
BF マジこのイベント最強なんだよ。強すぎる、マジで強すぎる。はい、ということで皆さんもね、ブラックウェザーが弱くて使えてない人いると思うんだよ。でもめっちゃ好きなの分かるよ。うん。好きな人多分いると思うんだよ。BF のね、この動画見てくれてる人は。もう俺、本当に 5Ds 好きだから、5Ds のカード全部好きなんだけど、まぁ、スターダストドラゴンの敵とかは正直きついと思うけど、BF はね、昔環境にも入ってたって聞いてたんで、やっぱ強いんですよ。こんな感じでね、ボコボコにできるんで、今回のイベントだったら、もう今しかない。もう BF 環境なの、今だけなんで、皆さんも使ってください。はい、ということで、このチャンネルはですね、まぁ、先日、ゲーム専門チャンネルになりましたので、まあ最近ね、遊戯王も結構やってるんで、遊戯王の動画見たいなとか、初心者の方、どうやったらマスターになれるかなとか思ってる方、よかったら見てってください。チャンネル登録、高評価お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。